その一つがわりかしこうやって顔が残った感じで落っこちての残ってたので黒焦げだもんな、はい、ね、頭の3つはぐちゃぐちゃで、うん、これじゃないものも確かにありはするんですけど、こんな風に全部割れてる。国が策定した工程表においては2026年令和8年までに首里城の正殿を復元することとなっております。国としっかり連携して取り組んでいきたいと考えています。